こんにちは。長崎キリシタン機構、ナビゲーターの桃です。第1回の今日は西坂公園をご案内していこうと思います。長崎駅で降りて北にしばらく歩くと、右手に坂が見えてくるので、その坂を登ります。ここは昔、米蔵跡だったと書かれていますね。フィリポ・デ・ヘスス教会が見えてきました。西坂公園の前に先にこちらに寄りましょうか。フィリポ・デ・ヘスス教会は26聖人の一人、フィリポ・デ・ヘススの名前が冠された教会です。建物の設計は今井健司。今井はスペインの建築家ガウディを日本に紹介した人物で、カトリック信徒です。堂内各所にキリスト教モチーフのデザインが散りばめられていてとても素敵です。もともと日本26聖人記念館の建設計画があった時、この場所に司祭館が建てられることは決まっていましたが、聖堂建設の予定はありませんでした。しかしメキシコからの寄付フィリポ・デ・ヘススはメキシコ出身で急遽、聖堂も同時に建てることが決まり、1962年司祭館の上部に聖堂が作られました。フィリポはメキシコ生まれのフランシスコ会修道士です。司祭除海のためメキシコに向かおうとサンフェリペ号に乗船していたところ、船が座礁して土佐に漂着。その頃日本では禁教令が出されていたのですが、宣教師が船に乗っていたと詰問され、乗船していた宣教師の中で彼だけが長崎に送られ、殉教しました。フィリポは自分に向かう神の御旨が十字架の道であることを悟ったと、長崎に連行される途中、他の乗組員に語りました。西坂の十字架の列では、フェリペは真ん中の13番目で、処刑は両側から始まるため、フェリペは最後に処刑されるはずでしたが、役人が間違ってフェリペの足が横木に届かない体勢で十字架につけたので、首が吊られて鉄の輪で彼の息は止められていました。そのためそれに気づいた寺沢半三郎がフェリペを最初に槍で突くように命じ、最初に殉教することになりました。処刑された時フェリペは24歳でした。外に戻って見上げると、スペインのサグラダ・ファミリア教会を彷彿とさせる総統がとても印象的ですね。設計者の今井健司は尊敬するガウディの研究をする中で、ガウディの神への信仰に深く傾倒し、自身も信仰の世界に導かれるようになったのです。塔のモザイクに用いられた陶磁器片は、26聖人が歩んだ京都から長崎までの道筋の窯元で焼かれたものです。では西坂公園に参りましょう。ここは多くのキリシタンが処刑された殉教地です。皆さんご存知かと思いますが、日本にキリスト教が伝えられたのは1549年フランシスコ・ザビエルによってでした。時の権力者によるキリシタン政策は、公認から黙認、黙認から否認、弾圧へと次第に態度を硬化させるもので、その過程で多くの者が処刑されていきました。公認から否認への象徴とも言えるのが西坂での26聖人の殉教で、これは日本の最高権力者の命令による最初のキリシタン処刑でした。ここで行われたもう一つの大規模な処刑は1622年の元和の大殉教で、領事を含む55名の宣教師と信徒が殺されました。公園内に立つ26聖人記念碑は、カトリック信徒でもある船越康武の作で、26人の殉教の瞬間を捉えたものです。船越はこの作品で高村光太郎賞を受賞し、これが船越の代表作となりました。船越は2002年、26聖人の殉教したのと同じ2月5日に亡くなりました。26聖人が殉教したのは、1597年2月5日のことでした。サンフェリペ号事件が発生したことをきっかけに、迫害の嵐が起こり、京都で信徒と宣教師24名が捕らえられました。彼らに対し秀吉が下した命令は死刑。京都で両耳と鼻を削ぎ支柱引き回しとし、キリシタンの多い長崎まで連行した上で達刑にかけられることになりました。京都の一条戻り橋の辻で、逃亡防止のために耳と鼻を削ぐはずでしたが、そこまでしなくても良いとの石田三成の言葉で、左の耳タブだけを切り落とされ、24名は京の町を引き回され、大阪や堺でも同様に見せしめのために人通りの多い道を引き立てられていきました。道中、説教の上手かったパウロ・ミキは人々に述べ伝えながら、子供たちは賛美しながら長崎への道を歩みました。彼らの助けをするためについてきたキリシタン2名も、途中で自ら進んで受難者の列に加えられ、逃亡どころか人数が増えるということが起こりました。
1596年に京都を出発したキリシタンたちは厳冬の中一月余りかけて長崎に向かい、1597年2月5日、西坂の丘で十字架に縛り付けられ、槍で突かれて殉教しました。その様子は竹洗いの外と港に浮かぶ船から、外国人を含む数千人の人々が見守っていました。その中にイエズス会司祭ルイス・フロイスもおり、この様子を詳細に記録してヨーロッパに送りました。処刑から265年経った1862年、バチカンはこの殉教者たちを聖人に列したので、彼らは日本26聖人と呼ばれています。1862年、教皇ピオ9世は日本26聖人の列聖式を執り行いましたが、まだ日本では禁教令が解かれておらず、列聖式に参加する日本人は一人もいませんでした。日本26聖人記念レリーフは船越の作ですが、その台座である床や背面のモザイク画は今井健二が制作したものです。側面に刻まれているのは、上部にハト、アルファとオメガの文字、中心には光の眉に包まれた殉教者、下部に炎、命が天に捧げられていく様子のように見えますね。レリーフの裏に回ると、ここにもモザイク画があります。描かれているのは26聖人が京都から長崎まで歩いた苦難の道のりだということです。上部にはラテン語で心を高めとあり、道の果てである右下にはブドウの実があります。ちょうど定礎石の真上にあたるところですが、数えると26個あります。神様に捧げられたブドウの実として殉教者のことを表現しているようですね。船越安武のブロンズレリーフも素晴らしいのですが、細部にも目を向けると感動が大きくなります。この公園全体が天に捧げられた作品なのでしょうね。西坂公園にはその他にも様々な記念碑等が置かれているので、時間があったら散策もおすすめです。昔はこの丘から海が見えたのでしょうね。こちらはルイス・フロイスの記念碑です。フロイスは26聖人の殉教を見届け報告書を書くと、その数ヶ月後に亡くなりました。1981昭和56年にこの地を訪れた教皇ヨハネ・パウロ2世は、ここを至福の丘と命名しました。それは、殉教者たちが神と隣人への愛が最高の価値を持つと証明したからだということです。殉教というと、怖いというイメージを持つ人もいますが、愛がそれほどまでに大切だということを教えてくれているのかもしれません。そんなことに思いを馳せることができる長崎、とってもいいところなのでぜひいらしてくださいね。ということで今回の動画は終わりです。ゆるく、かつしっかりとキリシタンに関する情報をお伝えしていこうと思いますので、よかったらチャンネル登録と高評価、コメントをいただけますと幸いです。どうかよろしくお願いいたします。